おい、ブルダックよ、お前、おい。今回の新作はほんまうめえんだろうな、お前、ほんとに。おい、おい、聞いてんのか、お前。おい、聞いてんのかっつってんだろ、おい、いって。いっけー。うまっ。はい、ということで、なんと今回またブルダック社からブルダック麺いただきました。ありがとうございます。今回はね、なんかこんにちは、まいこちゃんです。ブリティ今回もなんかさ、また送られてくるって聞いて、またすっごい量来るんかなと思って待ち構えてたら、今回は新作が出たということでね、こちら送っていただきました。ちょっと手紙も同封されてたんで、ちょっと読んでみますね。まいこちゃん様、いつもありがとうございます。ね、ブルダックの歌をパンナコタ様と投稿してくださった際は、社内でも大ブームでした。え、マジで？え、嬉しいな、それ。これからもどうぞよろしくお願いします。いや、ほんと今後ともね、仲良くしていただければと思います。はーい。え、今回はね、2023年2月1日より、焼きそばブルダック炒め。え？焼きそば？え、そんなん絶対うまいじゃん。ぜひお試しくださいということで、はい。はい、ということでね、ちょっと早速作っていきましょう。ちょっと、てかさ、その前にさ、俺さっき MacBook にさ、コーヒーこぼしてしまってさ、もう、それがマジで気が気でならない。ちょっと一回見てつくかどうか。いや、ちょ、マジでこれでつかんかったら本当に萎えるで、これ。頼む！生きててくれ。え、ちょ、あーよかった。鮮明に映ってくれてる。ね、今回ちょ、この4袋と、これカップいただいたんで、ちょ、今回4袋、こっちの方だけいただきたいと思います。ね、ダイエット中なんで。さすがにちょっと4袋ということでね、行かさせていただきますよ。うん。本当に俺今回さ、バレンタインじゃったじゃん。俺絶対1個ももらえんと思ってたらさ、なんと俺今年、はい、3つもらいました！拍手！ちょっと待って、腕死ぬ。よし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 。オッケーオッケーオッケー。一つは、この前コラボしていただいたの視聴者の方にもらって、で、もう一つは、ま、知り合いからもらったんですけど、で、なんとですね、俺、バレンタインの前日、ツイッターで、明日なんかポストにチョコ入ってないかなみたいな感じで、ちょっとつぶやいたんですよ。で、次の日、ワンチャンなんか誰か入れてくれんからもいたずらでもいいけって思ってたら、入ってなかったんよ。そしたらね、昨日、バレンタインの3日後くらい、ゴディバのクッキー入ってました。はい。犯人おそらく西日本だな、これ。多分ツイート見て、発送してくれたんで、この日にち的に多分西日本だな、沖縄あたり。だんだん特定できてきたぞ。おそらく同じ人がやってるんで。だとしたらどうやって住所特定したん？え、ストーカーとかじゃないならどうやって住所特定できる？怖い怖い怖い、そっちの方が怖い。動画で映っちゃう背景とかから割り出したってこと？ちょ、怖い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 。俺生きていけないわ、今後の人生。え、ウーバーイーツとか送ってくる人もその人なんかな？え、わかんねえわかんねえ。ワンチャン近くに住んじゃうかもしれんしね。で、麺は意外と細めないね。焼きそばってちょっと太いイメージあったけど。ソースと火薬が入ってます。はぁはいはぁ気にならせなんか今回ペンとかステッカーまでいただきました。じゃーん。え、すごい。シンプルで好き、こういう。ブルダック。なんか韓国語で、ブルダックって書いてあるペンと、ブルダックステッカー。え、普通にこれスマホに入れよう。ブルダック大好き人間なんだよね。大体なんか人間って体の 60% が水分っていうじゃないですか。俺の場合ね、体の 98% はブルダックでできてるんで。はい。そこんとこよろしくお願いします。保湿。そろそろできたんじゃないの？返事せボケ！聞かれたら返事せ！ってことはね、麺茹だったんで、これ移してね、さらにソース絡めていきたいと思います。うわ、すっごい量これ。誰？こんな量作ったやつ、土曜の休日の昼間からよ。幸せかよ。いや、ほんとね、今回焼きそば味やけね、そう辛くないと思うんやけどね。チャパグリってあるじゃん。あれってめっちゃ焼きそばの味がするんですよ。甘くて。容量なんじゃないか、あれに似た味なんじゃないかなと思っちゃうよね、今のところ。それにちょっとブルダックの辛さ加えちゃったみたいな。え、匂いめっちゃいい。え、ソースのさ、香ばしい匂いするわ。ほんとね、屋台の焼きそばみたいな香り。俺これ絶対好き。え、なんか UFO の焼きそばカップ麺とかと似た匂いがする。え、めっちゃいいって、これ本当に焼きそばじゃん。まんま焼きそばやで、こんな。ふざけんじゃねえよ。本当にそこらへん。勘違いせんといて。
マジで。ちょっと混ぜたんで、この上に火薬とかね、入れていきまーす。あ、待って、これミスった。あ、麺と火薬を入れ3分間入れます。ふざけんじゃねえよな、これ。ただの乾燥レタスじゃねえか、お前。やらかした、ほんとに。あ、いいや。余熱でこのレタスなんとかふやかします、これ。頑張れ、余熱。ほんとに。そこだけは頼んだ。お前、余熱ここで働かないと、お前、存在価値ないぞ。はい、ということで完成したんで早速食べていきまーす。え、めっちゃ。え、めっちゃ焼きそばの匂い。え、美味しそう。やばい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 。サムネサーチ。終わりました、拍手。え、これ、めっちゃ楽しみすぎるっていう話、ちょっと今からしない？みんなで。いただきます。うん。あ、カレー。あ、カレー。これちゃんとカレーよ、これ。うん？うん、うまいんやけど、これちゃんとカレー。え？ちゃんとカレーじゃねえか？お前、ふざけんなよ、お前。お前、これお前、ちゃんと濃い、ちゃんと辛い書いてあるやん、お前。あー、ええ。お前、ちゃんと辛いんかい、お前。焼きそばの癖して。めっちゃうめえけどな、これ。うん。これ、あれやわ。麺が、ほんと焼きそばみたいな感じで、ちょっともっちもちなんよ。ちょっともちもちの細めで、ほんと焼きそばみたいな感覚。あとこれ、火薬がジャリジャリする。うん。これマイナスポイントですね、これ。昨日さ、もうデスソース飲んだよ。まあ、ちょっと職業柄ちょっと飲む機会があってさ。で、デスソースでちょっとお腹緩んじゃうのに、お前これも激辛なんかい。これはあんま辛くないと思って今日選んだのに。ちゃんと辛いんやね。いやでもこんくらいなら多分、うん、影響はないと思う。ちょ、シーザードレッシング買うの忘れたな。うん。昨日ついに新しく発見したよ。あの辛さ対策の飲み物としてシーザードレッシング。あれ、ガチで一瞬で消える辛さ。ほんとに。うわ、買ってくれよかった。いやでもあれか、さすがに。シーザードレッシング飲んで、これね、ブルダック4袋も食ったらさすがに、それは朝青龍よな、これ。危ない危ない。このキャラクター、これもしかしたら朝青龍これ意識して作っちゃうかな、これ。知らないか。この感じもなんか焼きそばっぽいね、めちゃくちゃ。さらに美味しく食べるポイントとして、なんかマヨネーズマシマシでマイルドに。え、いいね。これやろ。これ辛さも和らぐじゃん。辛さ的には俺めちゃくちゃちょうどいいんよな。カルボくらいの辛さかな。うん。なので別にめっちゃ辛いってわけでもないぞ、これ。でもマヨネーズって普通に焼きそばにもかけるよね。それ絶対美味しいじゃん。お、いいね、いいね、いいね。これちょっと混ぜてさ。うわ。やっべえ。え？これ次の横綱狙えるで。ほんとに。困るわ。俺ちょんまげするのにだけは嫌だよ。うん。俺ちょんまげだけは嫌よ。大丈夫かな？ちょんまげなしでいけるんかな、横綱って。うん。これ優勝。辛さもちょっと和らいで、もうあの焼きそばマヨネーズのあの味よ。いや、これマジ普通にうめえな。これマヨネーズ絶対いる。この焼きそば味、普通にドンキに売っちゃったんで、マジ気になる人買ってほしい。普通に美味しいし。で、絶対マヨネーズは必須。うん。カロリーなんか気にしたら横綱になりませんからね！ほんとに。勝利。なさっきからさ、めっちゃ下からうるさい声が聞こえるよね。どようやけか分からんけどさ、すっごい下うるさいんよ。なになになに、マジでこれ聞こえるの、これ。よかったら聞こえるかな、これ。カメラ入っちゃうかな、この声。マジでうるせえよ。おい、静かにしろ、ボケー。静かになった。静かになった、静かになった。本当に困るよね。こっちは撮影中なのに。もう食事中に邪魔されるのが一番嫌いでさ。本当に静かにしとってほしいよね。うんうんうん。これはマヨネーズないとやっていけませんね。これはさすがに。いやーれー。うれあれあれあれ。あ、やべ。かきすぎた。やばい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 。これもうあえて混ぜずにさ、マヨネーズはこんな感じでいただくのもまたね。うん。うん。しっかり混ぜましょう。うん。いや、マヨネーズでめっちゃ潤わされてきたわ。これなら俺今、オペラ歌手になれるかも。ちょっと歌ってみるか。なぁ。今、一瞬目の前火事になったかと思ったら、これ髪の毛が赤でさ、そういうことか。
え、ガチでこれマヨネーズ入れることによって全く辛くねえわ。そういえばこれオイソースしたらこれガチ革命じゃねみたいな。え、さらにうまいんじゃないみたいなね。バカな人はあの味こけらうまいって言うんで、うん、じゃあいただきます。うん、うまい。待てよ、これ待てよ、これソース濃くにしたことによってさ、これマヨネーズ感薄まったわ。ちょっとマヨネーズ足して、うん、うんうんうん、うまいうまい。ちょっと待って、ちょっと待ってよ、これちょっとマヨネーズ足したことにさ、ソース感薄まるじゃん。ソース足すじゃん、これ増すじゃん、これ、うん、うんうん、これ2個かけになるよこれ、お前は。うん、こんなこと言うと、お前、お前あの酸素マスクつけた、お前これ2個。ということでですね、あのブルダック新作のね焼きそばの方をちょいただいたんで、ちょっと食べてみたんですけど、これ美味しい。これマヨネーズかけて食べたらマジ革命よ。うん、でなんですけど、これね、あのオイソースだけはやめてください。はい、ってことなんで、今すぐに健康診断行ってきます。はい、ということで次回病院食編でお会いしましょう。バイバーイ。でもこれナースさんになんか食べさせてもらうとか、これありやな、これ。